じゃあもう早速始めていきたいと思いますけど、はい、まあ、あまりに、タイムリーなんでちょっとこの話題からお伺いしたいんですけど、はい、始球式、ナイスボールでした。いやー悔しいですねマジで、はい、3年ぶりですかね2018年。そうですね、1回やりましたけど、その時はもうめちゃくちゃいいボールいったんですけど、はい、今回ちょっと残念です。今回、まあ、あのこの場だけお許しするんで、はい、言い訳を。いいっすか、いろいろあるけどな。まず代表行ってたでしょ、はい、で代表行く前ちょっと練習してたんですよ、うんうん、してたけど代表行ってできずに、で帰ってきて1週間ぐらいあったんですけど、まあそこでもできずに、まあだから1ヶ月ぐらい野球ボールに触れてないっていう、はい、だからっすあとあのあれスタジアムでもキャッチボールなしだったから、あコロナでね。そうっす、だからもうほんまに一球入魂になったんで、もう本当ミスりました。それでは悪条件。そうですね。中ですごい言い訳ですけどね。はい、まあ、と同時に代表戦もお疲れ様です。はい、ありがとうございます。まあご自身としても、はい、しっかりと結果を残して、の代表戦だったと思うんですけど、はい、どうですか、代表前後で、こう気持ちの変化というところっていうのはいかがですか。そうです。まあ1回目に選ばれた時、3月に入った時も。レベルの高い環境っていうのをすごく感じましたし、それで前回選ばれるまでの2ヶ月ぐらい、個人的には広島でもいろんなことに取り組んできたつもりですし、それが少しずつその2回目の代表に選ばれた時も成果として出たと思いますし、ただやっぱりまた2回目行くとそのレベルの高さっていうのは非常に感じたんで、まあもっともっと意識しなきゃいけないと思いますし、まあその J リーグの試合で結果を出し続けなきゃいけないなっていうのは、まあ、感じてます。レベルの高さっていうのはそのチーム内、また海外の選手と、はい、戦う中でのそういったレベルの高さっていうのを感じた、まあ、どっちもあると思うんですけれども、はい、まあ、どちらが比重が大きいってわけじゃないですが、はい、どのくらいレベルの高さを感じられましたか。まあまあ、その国内組海外組って言い方が合ってるか分かんないですけど、まあ、ただそういう日本よりレベルの高いリーグでプレーしてるからこそ、そういう、まあレベルの高さだったりそのインテンシティの高さっていうのは、まあ、非常に感じたんで、まあ、しかも日本代表でプレーするってことは、まあ、対戦相手が絶対海外のチームになるっていうことが、まあ、絶対条件だと思うんで、そういう海外の選手に対しては慣れというか、そういうのも、まあ、明らかに違ったんで、まあ、そういった部分はやっぱり、まあ、今いる環境でより成長していかなきゃいけない部分だと思いますし、逆に J リーグを見ても、素晴らしい外国籍の選手がいるんで、まあ、そういう選手たちに負けないっていうのが、また成長する大きな要因かなと思います。一方で手応えもあったのかな。そうですね、まあ、相手のレベルは正直高いとは言えないですけど、まあ、ただそれでもゴールとアシストっていう、結果を出さなきゃいけない立場としては良かったと思いますし、セルビア戦に関しても、まあ、セルビアに関してはやっぱり日本よりもランキング上ですし、そういうレベルの相手に自分のプレーができたっていうのは、自信になりますし、またまあ、そういうレベルの人たちとやるっていうことを考えれば、まだまだ成長して、まあ、結果を出さなきゃいけないなと思います。顔つきも随分変わった感じそうですかね連戦が終わって、はい、代表戦終わって、はい、もう一踏ん張りして、はい、しばらく中断ということになりますけれども、はい、1ヶ月後には、はい、オリンピックという舞台が、はい、まあサンフレッチェから大迫選手選ばれたんですけれども、はい、田辺選手、まあ、そのオリンピックという、ね、まあ、舞台、まあ、観戦するというのは見る中での刺激というのは当然受けると思うんですが、はい、そういったところで、まあ、どういったところを刺激もらいたいなと。はい、もう行ってください。まあ、日本中がやっぱり応援していると思いますし、東京であるということはより注目度も高いと思うので、まあ、サコにはやっぱり頑張ってほしいですし、やっぱりメダルが目標だと思うのでメダルの獲得に、まあ、広島代表としていくんで貢献してほしいですし、まあ、個人的にはオーバーエイジの選手が入っているということもありますし、そのオリンピックが終わればその世代の選手たちがまた A 代表に入ってくると思うので、
常にライバルだと思いますし、そういう選手たちにやっぱり年齢関係なくやっぱりいいものは盗めると思うんで、自分は勉強の意味でも見たいなと思います。オーバーエイジ声上がってなかったですか？そうです、ギリギリダメでした。オバクにも入ってないと思います。ちょっとね、はい、雨降ってきましたけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫、いや僕らは大丈夫ですよ。大丈夫、あ僕は全然大丈夫ですけど、はい、あとまあ5分ぐらい、はい、ノッツァ選手と連絡っ て, こっちって、あたまに、はい、取ります。6月6日が誕生日だったと、はい、思うんですけど、そういった誕生日おめでとうみたいな。そうですね、ちょうど多分代表期間だったと思うんですけど、そうですね、LINE 電話かなしましたし、まあ、結構その甲府での、プライベートでは生活の部分も結構楽しんでるらしいんで、軽井沢とか行ったりしてるらしいんで、結構羨ましいですね。はい、なかなかね。そうですね、広島からってなるとなかなか行く機会ないんで、はい、まあ、お互いにじゃあ電話でちょっとリフレッシュというか情報交換になる。そうですね、はい。でその他ですね、マツダスタジアムの始球式もあったんですけど、森島選手と仲がいい印象が強いんですが、いつもどんなことを話しているんですか？どんなこと、すごい抽象的であるんですけど、なんかこう会話の中で趣味が多いのか、まあ、やっぱサッカーの話が多いです。まあ、サッカーの話はもちろんしますし、まあ、よく、まあ、僕ら独身なんで、まあ、普通にご飯もよく行きますし、まあ、いろいろですね、サッカーの話もしますし、まあ、どういう選手が移籍するとか、そういうプチ情報だったり、まあ、誰と誰が付き合ってるとか、そういうプチ情報だったりっていうのを共有してます。いや全部ピーって入れるんで全部落ちる。いやダメでしょ、絶対絶対入れないでしょ。危ない。まあ、やっぱりね、男性というと今誰と付き合ってるの、はい、みたいな、やっぱりは、そうですね、今世代の話。そうですね、はい、うん、まあ、それに付随するかもしれませんが、はい、自炊とかはされてますか？しているなら得意料理などなどありますか？いや、たまにそのやっぱり朝ごはんとかは何だろう、時間っていうか、そのしっかり食べなきゃいけないと思いますし、朝ごはんとかは作りますね。だしその前日の夜にもう10時とか11時とかに味噌汁を作り始めるのが好きで、で明日の次の日の朝食べるっていうようなが好きで、昨日も作りました。いやでも味噌汁ですよ。いやでも味噌汁すごい大事。そうですね、まあ、はい、そろそろ誰かに作ってほしい。そうですね、そろそろ手が空いてる人がいれば。はい、いやあと長友塾っていうのが入校して、あどんなことを学んだのか知りたいですという、はいはい、まあやっぱり経験のある選手ですし、改めて代表入って思いましたけど、その代表に入り続けるっていうのはどれだけ難しいかっていうのも感じますし、やっぱり海外のトップレベルでプレーしてるんで、そのやっぱり国内にいるだけじゃ成長速度っていうのは全然違うと思いますし、まあ、そうやってどんどん上だったり、その向上心っていうのを持ってやってほしいっていうのは言ってもらいましたし、まあ、やっぱり一緒にプレーしてみて、逆に個人的にも全然その代表に入ってもできるなとは感じてるんで、よりそういうレベルの高い環境に身を置きたいという思いもありますし、ただこればっかりはタイミングとか話があってだと思うんで、やっぱりそれを掴み取るために広島で結果を出し続けなきゃいけないと思うんで、そこは、はい、どこに自分がいるかは関係なく毎試合毎試合結果を出していきたいなと思います。最後に、まあ、今の話に関わる話ではあるんですけれども、はい、まあ、やっぱりちょっと皆さん関心が、まあ、広島出身なんでやっぱり広島に行ってほしいんだけど、はい、代表戦とか前の話とか含めて、その海外への、はい、プレスの思いがより一層強くなりましたかっていうようなご質問があったんですけど。そうですね、やっぱり、まあ、広島が好きですし、よりまあ、まずはここで優勝したいっていうタイトルを取りたいっていうのは一番にありますけど、ただ選手生命というかもうそんなに、ね、ずっと長いわけじゃないんで、やっぱりチャンスがあれば行かなきゃいけないと思いますし、
まあ、まだそんなやっぱレベルの高い環境に身を置くっていうのは大事だなっていうのは代表に行って感じたんで、そうですね、話があればやっぱり前向きに考える部分と、やっぱりその行くチームっていうのは重要だと思うんで、その見極めとかは重要だと思いますけど、まあただまあ両方の思いがあります。広島で優勝したいという思いと、まあ個人的にはレベルの高い環境に身を置いて今よりも成長するっていう、そしてまた代表に入って、そういう、まあ、ワールドカップだったり、それこそ、まあ、ヨーロッパに行けばチャンピオンズリーグだったり、そういう 大舞台でプレーしたいなと思いもあります。我々どちらに行ってもはい、はい、はい、すみません、期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫なんですけど、ちょっと後々、ちょっと今の状況悪いんでサインをしていただきたいんですけど、ちょっとでも雨が降っちゃってるんで、もし可能だったら、まあ、屋根とかあるところで、はい、ここに大丈夫ですか？全然、ちょうどやんだ。じゃもう一回撮り直し。撮り直し最初からあとにします。違う、じゃあはい、はい、はい、じゃあ1枚や2枚、あ、じゃあその感じで持ったままでいいですか？はい、はい、ありがとうございます。いきます。はい、もう1枚ごめんなさい。何なんですかその649は？これね、あの会社の649人もいいの？嫌な番号でしょ649って。そう、なんか無理して苦しんで死ぬみたいなやば、被害妄想すごいな